DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャングスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。本日も生徒は佐々木秀夫チャンネルの佐々木さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。ますで本の方も発売されてますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。と、はい、いうところで、はい、今日はもう全然そのカメラが回ってる時と、はい、回ってない時の結構落差がすごいあるなっていうところで。もうすごいラフに一緒に話していただければと思います。はいすねはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というところでヤクザだった時の話をちょっと聞いて。ああそうですね。自分が本当ヤクザになったのはもう本当若いってこと、本当ドラゴンのそのまだ暴走族のクソガキの時に中国からの残留孤児の自分らに対して理解心が示してくれたのがそういうヤクザ関係の人間が最初だったんですよ。こういう男の世界はやっぱみんなこう理解心あって理解してくれるんだなって結構そのヤクザ世界に憧れてたんですよ。それで初犯川越刑務所入って出てきた時にあヤクザになるのもいいかなって一時思ってたんですけど、でもまあどこの組織に入るって全然頭なかったんですけど、たまたま出た時に名前出さないですけど、はい、このこういう形の、はいはい、この人間がこう誘ってくれて、でも佐々木だからその一からじゃなくてうちで頭やってくれと言われて、まあ俺が行くと自然とうちのドラゴンが自然とついていくから結局2、30人常にいて、それでちょっとヤクザやったんですけど、まあ自分の考えはですよ、もうこれはもうヤクザなんとか怖いものねえなと思って言ってたんですけど、結構そのドラゴンの若い子が地元のこの青年部にさらわれて、自分がそれで電話あって行って、ほんで相手がいたんですよ。行って自分がもうらも木刀とテシパイプでやったら相手は日本刀持ってこう、うん、当時は本物か偽物か分かんないですよね、うん、でも戦ってる、うん、だからそれ出したからって逃げないでカン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 やってたら、で俺こげたんですよ。そこへで俺をこうやった時にうちの仲間がこうパーンと相手の手を叩いてその日本刀が落ちたんですよ、はい、でそうして俺は日本刀を気にしないでまた立ち上がって殴ってたら後輩佐々木さん佐々木さん何だった日本刀ブスッバサッと切ったんですよ。切れたんですか。いやもう瞬間に本当なんですかね、この箸で豆腐かこんにゃくのような感覚で、まあ日本刀だからスーッて豆腐の感じに入って、相手がもう本当ねツンともこけてパッて切ったんですよ。もう想像するの血ビューじゃないですか。違うんですよ。パッて切って肉がパッて割れて真っ白い油なんですよ。わっ、そこからジュワーッと溶岩みたいにジュワーッと流れて、わこれやばいわってみんなつらぐぞって、でつらがってすぐ近くの川にその日本刀投げたんですよ。ありがたいことにその日本刀の柄が木だったんですよ。多分沈まないでそのまま流れて、その件でも自分死みたいになったんですけど、日本刀も上がってきてないし、あとみんな俺の名前出してないってことで、それもパイになった。死亡不十分。そうです。まあその件それ今言って大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫大丈夫、もう全然事故ですよ。ほんでその当時あのそれで相手と喧嘩になったじゃないですか。で相手が自分がいたところの事務所に俺一人しかいないところに20人くらい勝ち込んだんですよ。そうしたらもうやるしかないじゃないですか。よしやるぞって言ったらその人間が本部に連絡入れたんですよ。本部が待ったかけたんですよ。子は親のために戦うんだと、お前ら子供は親に揉め事も持ってくんじゃねえって体かわせって言われて、喧嘩の できないヤクザやってられるかっつって、それからまあ全国締め出会いになったっていうのもあって逃げてやめたっす。それでその前のその日本刀でやっちゃった件で全国締め出会い、そうです、もう交番からもう西葛西のパチンコ屋に全部自分の写真貼り出されたんですよ。全国貼ってあるようなやつですか、警察に。うちの親とかもう泣いちゃって泣いちゃってもう嫌になったし俺も、まあ嫌になってもしょうがないですけどね。でも逃げてる最中にちゃんと帽子かけて自分の俺の写真あるんです見に行ったんですけど。その相手の方って切った相手の方って
もう死んでないです。はい。内側じゃないから、外側だから大動脈行ってないから、まあ、大動脈行っちゃったら大変だったんですけど、まあそれは全然大丈夫だったですね。でもその件ではパイになったんですよ。その組織っていうのは大きい組織だったんですか？大きい組織です。相手ですか？いや、大きい組織ですよ。もう本当はこう関東では1、2争うんじゃないですか？で、その中で若頭。その中じゃなくて、その中の枝ですかね。日本の組織ってすごいじゃないですか。はい、こう、本当その一二争う中の若頭だったら多分今はここにないですよ。で、ヤクザは合わないっていうふうに本の本にも書いてあったんですけど、要するにその、ほら自分らはもう自由奔放に好きなことをやりたいし、喧嘩したりとかしたいし、輪っかの中にはめ込んでほしくないんですよ。多分自分の兄貴分になった人間って指何本あっても足りないと思うんですよね。あ、責任取るのに。そうです、そうです。だからそういうのもあってちょっと自分も入ってそういう気持ちあるし合わないんですね。だからその後自分の後輩でも何人か組織に入った属した人間もいますけど、最終的にみんな合わないってみんな辞めてますね。今は日本人のドラゴンの子でそのまま組織やってる人間もいます。そのヤクザの中の、まあ、事務所当番だったりとか、はい、まあ、まあ礼儀作法だったりとか、はい、まあ、そういうのもやっぱりこう合わないっていう。いや、それは全然自分大丈夫ですね。まあ、そういうのは、はい、ほら自分中学校で陸上やって高校でも陸上やってたから、そういう先輩に対しての礼儀作法はできてたから、で事務所当番も3回くらい行かしてもらったです、うん、その事務所当番も嫌だったですね。24時間いなきゃいけないから、大好きな女性と24時間もいられないと思ったら、いや事務所当番なんか行ってられないと思ったです。その時大好きな女性がいたんですか？いました、いました。前の女房です。あ、はい、なんか佐々木さんが奥さん、すいません、あ、すいません。いやいや大丈夫です。今の奥さん怒ったりとかしないですよね、女性のお話とかして。あ、過去のは怒んないです、うん、新しい女性はもうって言われてます。なんか佐々木さんがどっかの場所で飲んでたりして、誰かこう用意しろとか言うと、いくらでも女の人が来るっていう話。それは本当その通りです。もうこの女持ち帰るって言ったらもう、そうですね、まあどの子だって、その、まあ、店長が佐々木さんこの子ですって。で当時若いから、うん、もう酔うじゃないですか、うん、もうすげえ酔ってるから、もう女の子担いで車にぶん投げて連れてったりとか、今は思い返してみるとですよ、うん、よく俺はそういうね、うん、罪名で一回も捕まってないのはありがたいことですかね。この YouTube 見て被害届出すんだけど。もうでも30年ぐらい前の、そうですね、今から30年前でもなくて10年くらい前ですかね。今の奥さんと出会うまではちょくちょくそういうことしてましたね、うん、まあ、担いで連れていくかもしれないですけど、女性には優しいんですよね。そうですね、不思議なの、終わった後必ずこう一緒にラーメン食べて家まで送っていくんですよね、うん、担ぐっていうとなんかすごく聞こえるけど、無理やりはないです、強引ですけど、はい。そんな中でヤクザを辞められた時っていうのはどういうふうに辞めたんですか？いや、もう顔出さなくなくなって、辞めるとかそういうんじゃなくて、もう一切行かなくなったし、けじめとか何もなし、ないです、ないです。兄貴分の方には、その人には何も言わないです。だから兄貴分がいつの間にか、最初は親分だったんですけど、親分がいつの間にか、佐々木お前だいぶ若いのもいるから、親子じゃなくて兄社長になろうって、でそれから兄貴の人には、その後結構連絡とか来たりしますけど、会ったりしますけど、もう一切そのヤクザとしての活動とか一切やってないですね。じゃあもう名前も載ってない？載ってないです。一番最初は載ったんですか？載ってないです。あ、最初から、はい、いや、載ってるか載ってないか俺分からないですね。でもだって今はもうみんな載せないんですよね。いや、知らないです。今そうなんですか？いや、どこも今多分若い子はみんな載せないんじゃないですかね。あ、そうなんですか。登録するともうお家も借りれないですし、携帯も借りれないし、はいはい、大変ですよね、ヤクザ登録さん。大変ですよ。でも裁判所に言わせると、うん、ヤクザという職業はないと、うん、それが嫌だったら辞めなさいって感じですからね。だから人権侵害でも人権差別でも何でもないみたいですね、うん、そこからまあヤクザとちょっとまあその組織とは距離を置くようになった。まあそうですね、その後、うん、銃刀法でパクられて出てくるんですけど、佐々木さんがですか？そうです。
で出てきて、それで不良外国人がいっぱい入ってきて、はい、自分もほらその中国人とかいて、はい、でドラゴンからそこからなんかマフィア化していったんですよ。もうその時もずっとドラゴンっていう組織の中にはいたんですよね、ヤクザやってた時も。あ、そうですそうです。その銃刀法で捕まった時っていうのは何ですか？これはこれです、はい、実際相手、まあこっちの人間なんですけど、はい、この人間にこう、まあ、口約束で売ったんですけど、手付金も何ももらわなくて、彼ら捕まっちゃったんですよ。誰から買ったんだって言ったら、まあ、お金もらってないですけど、うん、ドラゴンの佐々木だってなって、そうしたらもうその時これで全国市民団に逃げてんじゃないですか、はい、それでもう警視庁も本気出して、はい、もう俺がいろんなとこ来てもうなんかもうその逃げてる1年間の間なんかもう警察見るとポンってこう逃げる癖がついて、もう疲れちゃって嫌になって、で電話してじゃあもう出頭しますよって出頭したんですよ。ちょうど自分がこう銃刀法でなった時に4月頃だったんですよ。その2ヶ月後に銃刀法が改正になったんですよ。重たくなったんです。そうです。だからその改正になる後だったら多分十何年行ってました。改正前だったから自分2年半で済んだ。そんなに違うんですか。だから悪運が強いって言ったらおかしいですけど、あ、ありがたかったですね。すごいですね、はい、実弾も。そうです、実弾240発今だったら大変ですよ。大変ですよ、ね、大変ですよ。警察は万歳万歳やってましたけどね。そうですよね、はい、そうなんですね。ちょっと次回はもうなんかすごい今お話聞いてちょっとドキドキしてるんですけれどもまあちょっと中国マフィアだったりとか、はい、中国人の犯罪グループの正体だったりとか、はい、ちょっと次回その辺のお話も含めてお聞きしたいです、はい、というところでこちらの本の方ですね、はい、初代本も出てますので皆さん、あ、ドラゴン初代です。初代、初代ドラゴンって検索すると出てこないんですよ。あ、そうなんですか。ドラゴン初代って検索すると出てくるんですよ。わかりました。皆さんではドラゴン初代で検索していただいて、はい、ぜひよろしくお願いします。本日もありがとうございました。さくらたかしギャングスタ週刊誌と命は一瞬めくりめくって今は全な気分浸透ね100億ポーズでたら揃った国心臓過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だ桜イン俺は俺の今を咲かせて散るだけだRight.